ゾーンンディフェンス、基本の動き方ハーフウェイライン付近442ゾーンディフェンスフォワードの守備レアル・マドリードボールビジャレアルはハーフウェイライン付近で442ゾーンディフェンスマドリードは433システムどちらもボールを軸に形作るが攻撃側はワイドに守備側は絞った配置となるこの高さでのツートップの守備を見る。 ミドルブロック状態で第一にやるべきは中央封鎖サイドは良いが中央へのパスや侵入は必ず阻止したい現状2センターバック1ボランチに2トップ対応ボールサイドのフォワードがボールホルダーに浮きもう一方はボランチマーク逆サイドのセンターバックへの意識も持ちながら2トップの中央封鎖ボールは逆サイドへ4 4にブロック全体が横スライドボールサイドのフォワードがボールホルダーに浮く もう一方はボランチケアやみくもにプレスをかけるとボランチをフリーにしてしまうただ行くのではなく相方の状態を確認しながらポジションを決める相方の状態よく中央封鎖もしっかりそしてサイドや後方の状態が良ければプレスのスイッチを入れたりする現状サイドチェンジに振られて横スライドに余裕はないそういった判断のもと中央封鎖に徹するフォワードサイドにパスが行く フォワード後方確認中央封鎖が基本パスコースを消すサイドハーフが縦を切るそれとともに中央封鎖寄せるサイドハーフバックパスバックパスをきっかけにフォワードがプレスのスイッチを入れるタイミングとなるスイッチを入れたなら2センターバックに2トップがプレスをかける空いた敵1ボランチにはダブルボランチの一方が行くことになるプレスの準備ができているボランチ チーム全体も準備はできている。しかし相手はマドリードプレスのスイッチを入れず中央封鎖ボールホルダーとボランチへの意識パスコースを消しているサイドチェンジの流れでもある中央封鎖万全でもう一方のフォワードが速い動き出し3対2の状況一方がボールホルダーもう一方はボランチケア相方の状況やサイドの状況を考えてポジショニングやプレスの判断をする。 相手の力量も考慮して中央封鎖を選択サイドにパスが行きサイドハーフが縦を切りに行くボールホルダー前向きフリーサイドハーフと連携して中央封鎖のフォワードサイドで縦パスが通るサイドバックサイドハーフで縦横封鎖サイドの動きと連携して中央封鎖のポジションもう一方はサイドチェンジへの対応近道のサイドチェンジはさせないようにしなければいけない。 深めのサイドチェンジをさせることで後方のスライドを助けたい仕切り直しのマドリード中央封鎖のツートップボールホルダー裏を狙うロングパスサイドハーフの守備同じ場面で両サイドハーフの動きを見る両サイドハーフマッチアップは敵サイドバック右サイドハーフプレッシング状態中盤4枚はこんな感じ逆サイドはマークを離して中に絞るポジションフォワード中央封鎖 サイドチェンジ。ゾーン全体が横スライドサイドチェンジの流れで左サイドハーフとしてはマッチアップのマークに浮きたい場面だが優先されるは中央スライドしてくる隣接ボランチとの距離感を考慮してポジションが決まる早すぎる動き出しは相手にスペースを与えることとなり敵に使われてしまうボランチとの距離感と後ろへのパスコースを消すイメージを持ってポジショニング そこを抑えた上でののママッッチアップのマークフォワードの中央封鎖サイドもしっかり中央封鎖中央が盤弱であることが大前提での早い判断動き出し中に絞った分マークとの距離感は空いてしまうボールホルダー前向き少しフリー突っ込みすぎずステップを入れながら寄せていくサイドハーフこの時中盤ラインはこんな感じ。 右サイドハーフは少し前気味の攻撃準備ポジションボールを奪った時の逆サイドでの攻撃スペースを意識しておくバックパスでプレスのスイッチを入れられる場面だが無理をしないフォワード中央封鎖の形起陣する左サイドハーフサイドチェンジの流れ4 4 2ゾーン全体が横スライド右サイドハーフ後方確認 ボランチとの距離感で中に絞る立ち位置が決まるサイド後方の状況も確認サイド後方2対1の状況であることを理解した上でプレッシングをかけてゆくサイドにパスが行きボールホルダーフリー前向きボールホルダーがパスを出せるタイミングでステップを入れる後方数的不利が分かった上での対応パスへの警戒感を高めた守備それでもパスは通してくるサイドハーフすぐに反応 縦をを切切るるササイイドドバック、横を切るサイドハーフ後ろの状況が分かっているからこその対応右後ろでなぜ数的不利だったのかを時間を戻して見てみよう左サイドハーフプレスの場面4四4 2のビジャレアル4三3 3マドリード赤モドリッチを見る絞る守備全員の意識はボールへ逆サイドへの意識は低いそういった中左インサイドハーフモドリッチ左サイドに降りてくる 全体ののであることを利用してのポジジションンチェンジボール周りはプレスがかかりサイドチェンジの流れサイド落ちで準備完了のモドリッチ横スライドの4 4 2ゾーンボランチとの距離感を意識しながらポジションを決める右サイドハーフマッチアップはモドリッチ後方は数的不利そういった状況を確認判断し適切な守備対応をする。 もしもそれらに気づかずただ突っ込んだなら後方数的優位で攻め込まれる可能性は高まる普通に突っ込むと後方で不利な状態となるあえて距離を置いてステップを入れパスへの対応性を高めるフェイントなども入れながらパスを出させない動き縦パスを通すモドリッチそういったことも想定内右サイドバックが縦を切りサイドハーフが横を切る 縦横切った間のパスコースはボランチがケアする硬い守備でボールホルダー後ろ向きとなるプレスのスイッチを入れたい場面だがマドリード相手で試合序盤でプレスはかけない形サイドチェンジの流れボランチの守備同じ場面でダブルボランチの動きを見るボールを軸に絞られた4 4にブロックの守備で直接防御に当たるのはこの4人。 攻撃的プレイヤーであるこの4人が守備の第一陣となる、ブロック守備において走行の役割といった感じ、それらをコーチングでコントロールしたり、バランスを取ってポジション取りをするボランチ、常にすべてのポジションと隣接状態にあり、バランスとカバーリングを求められるチームの要、ボールに寄せる右サイドハーフ、マークを離し絞る左サイドハーフ、その間でバランスよくポジショニングのダブルボランチ。 フォワードはボールを直接防御する中央封鎖そこを抜かれた時ボランチがカバーに浮くそういったカバーリングも考慮するポジショニングサイドチェンジでゾーン全体が横スライドフォワードとサイドハーフが守備の第一陣となりこの4人が走行の役割ダブルボランチはボール側のサイドハーフを基準にバランスを取ったポジショニング中央突破されたりサイドが崩れた時ボランチが第二陣としてカバーに走る そういったことを予測準備しながらのポジショニングまた後ろが見にくく状況把握が難しい前線プレーヤーへのコーチングも大切な役割の一つとなるサイドハーフはバランスを取りながら外のマークサイドにパスが行く縦を切りに行くボールホルダーとの距離があるのでステップを踏みながらじわりじわりと寄せていくボール側のサイドハーフを基準に斜め後ろにポジション取り 逆側サイドハーフは攻撃準備ポジション中盤ラインはこういった配列となるバックパスもしもフォワードがプレスのスイッチを入れたなら2センターバックに2トップフリーとなる白には準備していたボランチがマークに行くスイッチは入れず中央封鎖のフォワード起陣する左サイドハーフサイドチェンジの流れ中盤ラインはこんな感じで上下しながらの横スライド 右サイドハーフを基準に右ボランチの立ち位置が決まる右ボランチを基準に左ボランチの立ち位置が決まるプレスをかけるサイドハーフ先ほどと少しバランスが違う先ほどはこんな感じだった右ボランチは後方への意識を持った立ち位置右サイド深くでの数的不利を意識してのポジショニングサイドにパスが出てサイドバックが縦を切りに行く そのカバーリンングに入るボランチその動きが縦切り横切りの間のスペースをケアすることとなるサイドでバランスを欠いた時この場面ではサイドバックのカバーに入った右ボランチ右ボランチを基準に左ボランチといった感じマドリードバックパスサイドチェンジの流れ次の準備に入るダブルボランチディフェンスラインの守備 最後に最終ラインの動きを見るサイドハーフがサイドバックとマッチアップするように両サイドバックは敵サイドハーフとマッチアップマドリード4三3 3なのでウィングプレイヤーとマッチアップボールと逆サイドではマークを離して中に絞るのが基本の形そして両センターバックは両サイドバックとバランスを取りながらのポジショニング前後の配置は中盤ラインと違い 何事もななければフラットな形が基本サイドチェンジでゾーン全体が横スライドサイドハーフが中に絞りながらもマッチアップに意識を置くようにサイドバックもワイドプレーヤーに意識を置くボランチがサイドハーフを基準に立ち位置を決めるようにセンターバックもまたサイドバックを基準に立ち位置を決めるそうやって基本の形を形成する。 ディフェンスラインはボールホルダー前向きフリーの時必ず裏への意識を高める中に絞りながらワイドを意識するサイドハーフフォワードとともに中央封鎖中央封鎖からタイミングよくプレッシングをかける守備の第一陣がしっかりとパス限定をかけることでボールホルダーはサイドに縦パスかバックパスの選択となる限定された縦パスが来たならプレス準備万全のサイドバックは前を向かせないプレーをする サイドにパスが通り限定しながら追い込むサイドハーフプレス準備しっかりのサイドバックサイドハーフの限定とサイドバックのアタックサイドでボールを奪う重要な形万全な守備陣形ボールホルダーはバックパスを選択前後に大きく動く中盤ライン何事もなければフラットなディフェンスラインサイドチェンジの流れ4四4 2のブロック横スライド サイド深くで数的不利な中サイドでのコンビネーションが大切となるボランチも加わるサイドでの形サイドにパスが行きサイドハーフが限定の縦切り数的不利も分かった上でパス限定に重きを置いた守備フォワードとともに限定グランダーのパスコースはここしかないといった感じ限定されたパスにプレスはかけやすいプレス準備の右サイドバックパスが出て前を向かせないプレー それれでも前をを向かれる。縦を切って限定、ボランチとともにチャレンジカバーの形守備の基本はボールホルダーから近い順にはめていくボールホルダーにサイドバック後方フリーには右センターバックワントップベンゼマには左センターバックボールホルダーにはカバーリングプレイヤーをつけたい基本の形縦を切り横を切り周りもしっかりと連動4 4 2の硬い守備 バックパスを選択バックパスでフリーパサー最終ラインは裏への意識を持って擬人する4 4に引いた守備よくある形サイド深くを狙われた場合4 4にブロックが押し込まれた状態ボールを軸にしっかりと絞った守備引いて絞った守備逆サイド深くにスペースができる攻撃側としてはそこを狙う場面は多いモドリッチの精度の高いパス いち早く反応するのは左サイドハーフ。高い位置取りの右サイドバックにパスが通るマッチアップのサイドハーフがマークに行く間に合わない場合はサイドバックがマークに行きサイドハーフはカバーリングとなる強い相手に守備重視であればできるだけサイドハーフが行くとよいサイドハーフが間に合えば最終ラインは安定する崩せていない状況をバックパスを選択。 4 4 2ゾーンディフェンスそれぞれの役割とお互いのカバーで守るレアル・マドリード・ボール引いた守備のビジャレアル4 4 2ゾーンディフェンス引いた守備ではよりコンパクトで中に絞っているミッドフィルダーディフェンスライン間もコンパクトこういった状況でサイドにスペースができやすく狙われる場面は多いフリーパサーは精度の高いモドリッチサイドハーフサイドバックはバックステップでサイドスペースのケア準備 ディフェンスラインはフリーパサーに対し裏のスペースのケアは怠らないモドリッチからサイドに精度の高いパスバックステップから反転サイドのマークに行く2人ロングフィードは対空時間長く時間がかかるできれば基本陣形のままマークにつきたいサイドハーフが間に合わなければサイドバックが行きサイドハーフはカバーリングさらに間に合わなければセンターバックが行くことになるだろうそうなったならセンターバックのカバーリングにボランチといった形 スタートポジションもよく基本陣形のまま守備に間に合うただし大きなサイドチェンジでサイド中央間にスペースができやすいロングパスを出したモドリッチがそこを狙う守備意識の高いフォワードはそこをケア後方陣形しっかりでフォワードとして深くまで守備はしないセオリーとしてそこを見るべきはボランチ状況確認をしながらそのスペースを消していくフォワードの守備は中央封鎖まで 安定した状態で後はボランチに任せる。もちろん渡す相手がいなければ最後までついていくこととなるだろうマークを渡してコーチングのフォワードボランチも理解しているモドリッチの狙いが分かった上でスペースを消すボランチこんな感じの44ゾーンボランチがディフェンスラインへカバーリングに入る場面は多いそれによりセンターバックはゴール前に専念できるサイドハーフサイドバック そしてボランチのカバーサイドの守備を司る三人崩されることなくバックパスとなるサイドチェンジの流れここでフォワードがプレスをかけるボールホルダーさらにバックパスもう一方のフォワードがプレスをかけるサイドチェンジの流れの中フォワードの役割を見るプレスは奪いに行く目的もあるがそれ以外もあるもしもフォワードのプレスがなかったなら 速いサイドチェンジから寄せた44ゾーンの横スライドが間に合わずピンチとなる可能性が高まるフォワードがしっかりとプレスをかけることで近道サイドチェンジはできず遠回りのサイドチェンジとなるサイドチェンジされても後方のスライドを助けることとなるだろうさらにプレスを強めるフォワード奪えそうならダイレクトにそうでないなら限定をかけるそれも無理ならサイドチェンジを深める限定をかけるフォワードサイドに追い込むように 相方も限定に参加フォワード2人で追い込んでいく限定された守備はやりやすく前を向かせないプレーそこでパスを通してしまうマドリードの個人能力それでもさらに前を向かせないプレーそれをかわしてしまう個人能力良い守備だったが置いてけぼりの2人こういった時ボランチのカバー状況的にはセンターバックが行きそうな場面できるだけセンターバックはゴール前に残したい頑張るボランチ 奪いに行くことはなく中に入れない守備。そしてできるだけプレーを遅らせる。ボランチのカバーで強靭なセンターバックをゴール前に置く。パスが出て、そこにもしっかりとマーク。抜かれたサイドハーフもダッシュで戻る。ピンチにも見えるが比較的ゴール前は安定している。コでは抜かれたがゾーン全体としては崩されることなく守備ができている。たくさんのサッカー解説動画を公開中。チャンネル登録お願いします。